配信チャンネルです。皆さんお元気でしょうか。今日はねおすすめのアイテムを紹介します。紹介じゃなくておすすめです。タブレットとかスマートフォンを使っている方でね、撮影とかねする方にはおすすめできるので、 iPad ホルダーですね、タブレットホルダーとスマートフォンホルダーです。これは両方できるやつです。これはねもう来たばっかりでもうめっちゃ気に入りましたね。これがね結構優秀なんですよ。今までは iPhone のホルダーだけ使っていたんですが、iPad なんか使うとき使えなかったんですよね。こういうのが欲しかったんですよ。ねこれをやっと手に入れました。で次の行きました。ウランジとかなんかっていうちょっと読めないです、海外のメーカーだと思いますが、評価も良くて、1285円ですね。これをどういうふうに使うかというと、iPad は Air ですね。iPad Air の、第4、10何インチかな。これぐらいが縦でもいけますし、横でもいけるし、こういう感じですね。こういう感じでも横でもいけるし、ここにね、4.1 のね、ネジ穴がついてるんですよ。だからこういった感じでネジ穴をこういう風な感じで使えば、こういう感じでね、こう弾き語りとか、撮ったりとかね、できます。ただし、まあ、ここらのね、変換アダプターいりますけど、こういう感じで、非常におすすめアイテムです。で、これが、外せばですね、ここのところが動くようになってるんですよ。動く。こう押せばね、こう動いていって、で、ここの縦もできるし、こういう感じ。ちょっとね、こういう感じ。縦もできるし、横もできる。横はこういう感じでやって、後ろをですね、こういう、後ろを押しながら上げていくんです。押しながら上げていって、こういう感じですればできる。ちょっと高さがありますけど、ちょうどね、カメラが来たら自分のとこぐらいに。こういう感じ、弾き語りもできるし、ここのカマセリアスを使えば前後。前後はちょっとできないんです。前後はできないので、やるんだったらここに一つね、何かアダプターをかませばいいと思いますけど、こういう感じで使える感じですね。すごくいいですよ。皆さん、こんにちはっていう感じ。だからね、iPad もできて、iPhone もできるやつがなかったんですよね。で、これの優れてるところは、コールドシューという、ライトがあるでしょ?ライトもつくんですよ、これ。これ、こういう感じ。こういう感じしたらもうめっちゃいいでしょ、ここ。こういう感じになるんですよ。いい感じで撮れるんですよ。ライトもこういう感じで、こう、うわぁ、眩しい。こういう感じで。ね。あ、すごい。うわぁ、めっちゃ綺麗。あんまり綺麗に映るとね、良くないんですけど。で、これもできるし、あとはマイクもここにできるんですよ。こう、シューのやつができて、ここですね。こういう感じでやれば、マイクとしても使えるし、こういう感じです。結構ね、用途ができるでしょ。僕はこうね、マイクホルダーでね、アダプターをかわして使ってるんですけどね、クリップみたいな感じで使ってるんですよ。こういう感じですればね、おすすめできるでしょ、ほら。両方できるのはあまりないんですよね。だからこれもできるし、iPad もできるし、iPhone もできる。もちろん、Android もできますね、タブレットもできる。で、12.9 まで横だったらできる。縦だったら iPad のこの Air の第4世代ぐらいです。横だったら 12.9 もできるということですね。これは買ってよかったですね。すごくなんか。ちょっとしたところにね、使おうかと。僕はね、実際手元をね、映すときにこう、使いたいと思って、今 iPhone のホルダーはあるんですけど、iPad ができなかったですね。なので、これでやればですね、手元もできるし、これが1285円だったら買いでしょう。ね、もちろんこれはついてないですけどね、これですね。これと台はついてないですよ。これだけですけどね、これだけです。誤解を生んではいけないの。だからこれだけでやれば1285円どうかなと思いますけど、 iPhone もできて iPad も挟めて、なおかつねスライドできて、これがこういう感じにできるんだったらいいでしょう。いやー、これいいですよ。めっちゃいいな、気に入りました。はい、リンク貼っておきますので、興味のある方は見てくださいね。はい、ウランジかな、ちょっと読みませんけどごめんなさい。結構ね、iPad、iPhone とも幅広く対応できますのでね、書いておきますので、ネジ穴が使えるというのがすごくいいですね。こういう感じです。うん。こういうのを探してました。はい、お役に立ったでしょうか。もうお役に立ったら、もしね、チャンネル登録とか見してね、またガジェットとかね、紹介なんかもやっていきますので、よかったので、ぜひチャンネル見ていただきたいと思います。はい、今回は iPad ホルダーね、スマホもできるホルダーの紹介でした。はい、ではまた、チェイチャンネル。